はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、あの件です、ね。今回はシンプルに AED 新馬のお話になります。前回の動画で、応急処置をしたね、お医者さんのお話聞きたいとかね、あと AD で、ね、AD がダメだったっていう、使えなかったね、あとは新馬でね、これ破損したんじゃないかとか、まあ、そういったものが一時問題になりました。1ヶ月前にで、もうこの件はみんなもう広く渡ってるんだけども、まあこういうものってどんどん遅れて広がっていくので、まあ、今疑問に思う方もいるんですね。なので1個まとめの動画を作ります。はい、国民として真実を知る権利があります。推理の情報提供になります。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まります。そして真実への絞り込みは仮説を崩していく消去法で行いますね。もうお腹すいてね、声出ないよ今日だってラーメンしか食べてないもん今日。まずね、これです。安倍元首相ね、死去、現場で応急処置した医師、情けなさを感じた、7月9日、ね、18時59分の記事です。で、現場で安倍元総理大臣を手当てした中岡医師が NHK などの取材に応じました。中岡医師は現場近くにあるクリニックで院長を務めており、事件当時院内にいましたが、患者の家族が安倍さんが撃たれたと叫ぶのを聞いて現場に駆けつけたということです。安倍元総理大臣は顔色が白く、声かけにも応じないなど意識が全くない様子だったということです。中岡さんは血管や内臓に大きな損傷を負うなどして大量に出血していると思った、かなり厳しい状況だと感じ、一刻も早く医療機関へ輸送して処置が必要だと感じたと振り返りました。中岡さんは看護師らとともに心臓マッサージや AED などで救命処置を講じましたが、自発呼吸がないような状況だったということです。中岡さんは現場でできることは限られ、人の命を救うのが使命の医師として、それができないことにもどかしさをと情けなさを感じた、このような結果になって非常に辛いと話していました。で、心臓マッサージは AED っていうんだけども、 AED は作動しなかったんです、これね。で、心臓マッサージのみでした。で、この心麻がね、銃で撃たれた人に心麻はどうなのかとかね、まあ、あって、この日本 AED 財団ね、ここに問い合わせがものすごくいっぱい殺到したんです。それで、今回のね、安倍緊急メッセージ、安倍元総理銃撃事件に関わる AED 使用についてっていうことが、ここでね、4月の14日に発表されました。だ、本当にものすごい殺到したんだろうね。動いた動かない、これはどうなんだとかね。で、これがこんだけ長く書いてあるけども、まあ、これを PDF にしてくれたのがあるので、そっちの方を拾いました。安倍晋三元総理がお亡くなりになりました。日本 AED 財団、一度心からお敬意申し上げます。事件の際に施された安倍元総理への胸骨圧迫や AED について多くの質問をいただいております。その中で特に大切だと思われる2つに関してお答えしたいと思います。1つ目の質問は、心停止過去心肺停止であっても AED が有効でない場合があるのかというものです、ね、心臓止まった人にこれ使って復活するんだろうってね、これね、心臓止まった人に動かすことができるなら死体にやれば生き返るってことです。これね、おかしいでしょ。その意味です。心停止かっこ心肺停止とは、心臓がポンプとしての機能を失い、意識や反応がなく呼吸もない状態のことです。これには大きく分けると2通りあります。第1は、心臓の筋肉が心室細動と呼ばれる
これなんだろう、重篤な不整脈などで細かく震えてしまい、ポンプ機能を失った状態です。つまり痙攣した状態、プルーってね、だからいつもドクン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 ピューってなってる状態、ね、この状態は心臓のリズムを電気ショックでリセットし、ピッてこうリセットし、不整脈による心臓の細かい震えを取り除くことができれば救命できる可能性が相当高いと言えます。 AED はこの電気ショックが必要な状態、つまり心室細動による心停止か否かを判断し、必要な時に電気ショックが必要ですと教えてくれます。つまりピクピクピクってね、こうやって痙攣してるかどうかを察知して、あ、痙攣してる、電気ショックが必要です、リセットが必要ですってね、そう判断してくれるわけです。第2は、心臓の働きが極端に弱くなるか全く止まってしまった状態です。つまり死体。心臓の働きとは、十分な血液を脳や全身に送ることです。これが例えば大量出血などの理由で血圧が極端に下がった場合には、その機能を果たせません。全く止まってしまった状態も同じです。この状態で AED を装着すると電気ショックは不要ですとアナウンスされます。電気ショックは不要ですが、心停止状態であることに変わりはなく、脳や全身に血液を送らなければなりませんので、胸骨圧迫、心臓マッサージを行う必要があります。つまり全ての心停止に AED による電気ショックが有効なわけではありません。しかし心停止状態の人に AED を装着すれば、この2つのうちのどちらのタイプが起こっているのかを判断し、必要な時に電気ショックをするように指示してくれますので、 AED は有効だと言えます。したがってどのような状況でも心停止を疑ったら、直ちに AED を使用してその指示に従うことが必要です。加えて重要なことは、電気ショックが行われた後も救急隊が現場に到着するまで、あるいは傷病者が嫌がるような仕草など何かの反応を示すまで、胸骨圧迫を続ける必要があるということです。電気ショックが行われた後でも胸骨圧迫が必要なのは、電気ショックが成功してもすぐに力強い心臓の収縮が得られるわけではないからです。たまたまその場に居合わせた市民による胸骨圧迫と AED の使用が重要なことをご確認くださいということでね、AED がなんで使えなかったんだとかね、そんなんこれやって余計ね、ダメにしたんじゃないかなとかね、そういうのが処置の責任だとかね、そういうのが結構国民がギャー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 ね、一応言ってたんで、まあ、緊急で、ここが発表しましたよということです、ね。で、2つ目の質問は、出血している人に胸骨圧迫をしてよいのかっていうものです、ね。余計これやるとこう血がね、中がちょっと出るじゃないかっていうね、出血している部位が分かる場合は、その部位を押さえて、圧迫止血をした上で胸骨圧迫を行うことが望ましいですが、実際には難しいことが多いと思われます。原因にかかわらず、心停止の際に何より優先すべきは、脳や全身に血液を送ることです。倒れている人が心停止、反応も呼吸もない、あるいは普段通りではない状態であれば、その原因にかかわらず直ちに胸骨圧迫を開始してください。今回の事件では現場スタッフが胸骨圧迫を続けながら AED を持ってきてくださいと呼びかけ、すぐに AED が届きました。素晴らしい行動です。昨今では SNS の普及により、心停止になった人のプライバシーや著しく失われる場面が見受けられます。これは安倍元総理のような公的立場の人であっても同様です。ぜひご配慮をお願いいたしますということでね、なので AED をやってるんでね、全部裸にする必要はないっていうね、
ペタペタがこう腫れればいいよっていうね、駅のところでね、転換でひっくり返った女性の人がね、取りかかった人がね、AED を取ってくるして取ってきてね、近寄ったら、それ近寄らなくてもね、息吹き返したらしいんだけども、危うく AED されたことだったってね、ツイートしたっていう、それがちょっと話題になったよね、本当ね。なんで、おじいはね、それ AD を使うこと以外で取りに行ってあげるとかね、周りに役割分担与えるとか、まあ、そこのところをやってあげようかなってちょうど思ったところだね。自分ではやらないっていうね、判断になりました。はい、まあ、こういう内容があります。それで、今回の内容なんだけども、安倍さんの場合は、まあ、銃でやられたけれども、まあ、適切な処置、とにかくこれをやらなければとにかくその心臓ポンプが戻る可能性がゼロなわけだし、もうどの道酸素が回らなかったら細胞がどんどん死んでちゃうからね、本当ね、やってもやらなくてもどの道そのもう心肺停止の状態ね、で AED が発動していれば痙攣状態だったら、まあ、10分以内だったらね、確かる確率が、15分だともうこういう状態入っていくけど、まあ50分なんだよね、本当もう病院側がもう死後硬直始まってるから、被災として受け入れたその診断書が公開できないではないかなと思うんだけどもね、本当ね。まあそんなわけで、この AED に関して、知識がない方は一応これは覚えておいてくださいね、とりあえずつければ必要かどうかは判断してくれる。で、まあ必要な場合は痙攣してるから、あ、まだ心臓はね痙攣してるだけなんだ、でビーってリセットしてあげて、これをやってあげればね、うわーって戻るまでこれをやってあげれば OK ね。でもう AED は必要がありませんって言ったら、もう完全にツーって死んじゃってる状態なんだけど、とりあえずこれはやってあげるっていうね、そこがね基本だということです。だからこれをやったからどうのこうのじゃなくて、これをやらなかったらもっとひどいことになるわけなんだよ、ね、血液を回す努力をしなければいけないっていうね、だからやったから例えば中の損傷がひどくなったんじゃないかとかね、そうやって言う人もいるけども、もう今回の状態はどの道ってそういうことなんだよね、本当ね。まあいろいろ難しいね。だからこういうことがあるから、やたらに AED に関わると世間から責められるから、だから関わりたくないってなっちゃうんだよね、本当。でそうやって責めていた 人が、今度は明日は我が身で自分がひっくり返った時に、ああもう嫌だ嫌だ、何かやったらまた何か失敗で何か言われるから嫌だって、それで、助かるもんも助かんなくなっちゃうと思うよ、そんなこと言ってるとね。はい、そんなわけでね、一応 AED と島に関してはね、まだ正しい知識がない方が、書き込みで見受けられたので、一応こういう状態だった、そして当時の医師もね、こういう内容だったよ、安倍さんの状態こういうだこういう状態だったよね、当時はショコがまだ喋ってたとか意識があったとかそういうのもあるけども、もうこういう状態だったのでね、一応まあ院長が言ってる話なんでね、そこを作ったとしても何もメリットがないので本当ね、だからそこに、ね、インタビューに答えてる内容は真実だと思います。はい、以上です。今回は AD と島についてでございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になった方、暇つぶしになった方はグッドボタンを押しておいてください。またね、バイバイ。